はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト4続きやっていきたいと思います。前回ね、魔法の鍵手に入れました。それで、ここは偉大なるお城、キングレオだ。怪しまれたくなかったら早々に立ち去ればよい。まあ、ここがね、魔法の鍵がないと取れないということで、私は大臣である。そしてここは私の部屋。早く立ち去らねば、牢屋に入れてしまうぞ。まだ威張ってる。威張ってられるのも、今のうちだよね。こら、おとなしくしろ。えい、貴様らごときにこのライアンを抑えられるものか。ぬお、ついに探し求めた勇者殿にお会いすることができた。そのいでたち、まさしく、お告げ所の、お告げ通り、お告げ所。この部屋の中にいるのは、世界を破滅せしめとする邪悪の手の者と聞きます。共に打ち倒し、その背後に潜む邪悪の根源を突き止めましょうぞ。さあ、中へ。ね、ちょっと危ねえか。くせ者だ、出会え出会え。こやつらは私が引き受けた。勇者殿、早くその化け物を。私はキングレオ。前の王バルザックに代わり、この国を支配する者だ。ん？そこの娘、確かお前はバルザックを仇とやってきた娘ではな。バルザックはいなくて残念だったな、わっはっは。退屈しのぎにちょうど良いわ。人間の力なさを思い知らせてやろう。お前たちをそのような脆い生き物に作った神を恨むがよ。これさぁ。命大事にした方がいいかなぁ。みんな頑張れとかさ。とりあえずさ。お、呪文封じ込めた。あー、強いね。個性の見合いか。ダメだ、言うこと聞いてくんないわ。お、幻に包んで呪文も封じ込めたぞ。えらい勝てんなこれ。案外いけるものかな。1、2回行動か。そういうの使え、そういうの。微笑みの杖なんか使ったってこない、微笑むわけがないから。マーニャとか危ないね。相手のさ、攻撃力見て回復してほしいよね、本当に。アリーナ落とされやべえな。まあ、運もあるよね。あ、危ねえ。大事に。このレベルでまず来たことが、あ、でもそんなでもないな、まあ、いけなくないもんな。の、にっこり微笑んだとか言ってるけどね。あ、間に合ってよかった。さすがに回復してくれんだろう、リフトさん。リットさん回復してあげるからさ。マルウサ効果効いてね、頼むから。
ねえな。音もなく崩れ去った。いけた、逃げました。きつな。まあちょっと運よかったよね。鋼の鎧15でいけんのか。いやーこれ自分で自在に操れたらさ楽だけど、DS 版とかってちょっと強くなってなかったっけ。その分ね、ファミコンが理不尽すぎんのよ。こういう場合ってマーニャじゃなくてライアンの方がいいんだよね。あ、そっか、次ライアンでいいや。雑魚キャラ相手するのはマーニャの方がいいかな。ボス戦はライアンかな。どっちみちだってかけてくんねえじゃん。スクルトとかさ、ルカインとかバイケルトとかかけてくんないでしょ。この私がやられるとは、お前たちは一体何者だ、勇者で。もしは地獄の帝王様を滅ぼすと言われる勇者。まさかその勇者ならデスペラード様がすでに殺したと、グフ。お前なんて言うんだ。私は一体今まで何をしていたんだろうか。絶対芝居だろ、それ。小さい頃はさ、今のことは鵜呑みしたけどね。あ、操られてたんだとか思ったけどね。お前、危うくなって操られたふりしてんだろうしか思わないからね。お見事でしたぞ。勇者殿、世界を破滅から救うため共に戦いましょうぞ。はい、ライアン。ライアン強いんだよな。マーニャも強いんだけど、やっぱライアンかな。だって言うこと聞いてくんないもん。ねえ、盾装備してようがあんま関係ないもんな。ここは偉大なる後ろ、キングレオだと言えなくなってしまった。僕はホイミンという旅の者、ライアン様どうか無事で旅を続けられますようお伝えください。そしてホイミンがとても感謝していたと。では、あ、なんかついてきたよ。あ、まあ今回のではではってどっか行っちゃったね。本人人間慣れてよかったね。ちょっと装備品強くしようか。まあいけないことはないんだけど、パノンとかあったじゃないですか。あとメダル交換もしたいし、あとライアンも装備品ちょっと強くしたいかなっていうのもあるし、鋼の鎧取ったよね。スタンシアラってどこだっけ、こっちだっけ。スタンシアラって場所があるんだけど、まあ行くからさ、まあ名前言っちゃうけどね。アッテムトとかも、これルーラーで行けたっけ。ライアン12って書いてあったけどね。そうか、あれだ。星フルでは装備してないわ。さすがにライアンはね、素早さ高くないから。右辺あたりから引けなさい。ああ、できたね。あってもといけんね。よし。ここだよな、確か。あれ違ったっけ？スタンシアルどこだっけあれ。
はい、今ね、宝の地図だったよね、確か。あれ、預けちゃったっけ？宝の地図。地図で言うと右、あったあった。あった、スタンシアルは右だ。右上だね。ボンバーバラから上行ったところで見つかんねえわ。今この右上にいるんですけど、まあ、ちょっと右に行けば世界反対側からもあるからね。そこに行こうかなと思うんですけど、ここ。あ、ルーラで来れねえっけ、ここ。メダル交換できるんですよ。はい、世界中のシーザーメダルを集めておる。ほうほう、メダルを持ってきたな。よし、わしが預かろう。3枚。まあ、20枚貯めないといけないからね。こんなもん欲しいけどね。それで、まあ、ちょっと戦闘とか飛ばしていきますね。この上にもさ、洞窟あるんだけどさ、ここなんかバグでボツモンスター出なかったっけ？ここの、こことここだけ。あ、いけんのか。待って、ここも行くんだけど、ちょっと飛ばしますね。まあちょっと道中長いんでね、すいませんね。ちょっと今回今んとこも行きたいかなってのはあんだけど、今んとこどんぐらい使う？あ、メラミ覚えたね。まあいいや。ここだ、スタンシアラ。ここに行くんですけど、ほい。ちょっと敵強いんで、まあまあ倒せないことはない。ここマーニャの方がいいかな。まあかなと思ったね。ここスタンシアラなんだけど、いいネタないものか。こんなご時世なのに大笑いしたいなど、わけがわからぬ王様だわい。まあどっちみち近々ね、もう一体ボス倒すんで、まあライアン鍛えといて。そうなんですけど、あそこ夜か。あんたら王様の船に挑戦するつもりやってきたんだろ。ここのお城には船でしか入れねえぜ。頑張ってきなよ。まあちょっと水の都だね。ドラゴンメールとか売ってんだよ、これ。ライアン装備できるんだよ。メールだから、まずボッコさんか。魔法の方位持ってっからね。まあぶっちゃけこういうとこさ、行けるってことは、これ行ってからキングレオ行ってもいいからな。まあいいか。まあ行ってるうち溜まると思いますんで、今回さすがにキングレオだけじゃね、短いかな。だいたい30分ぐらいの動画作ろうとしてるんで、ここ夜になったら武器売ってるよな。レベル低いかな。でもなんか行けなくないんだよな、別に。キングレオもそうだけど。
王様の笛を聞いてやってきたのか。いいえ、王様を大笑いさせた者はどんな褒美も思いのままじゃ。いやだからね、大笑いさせに来たわけよ。まあこれ待ってなくちゃないからね。よくぞ来た。頬をぼっこと申すのか。わしの筆は知っておろう。さあ早く笑わせてくれ。どうした、早くせぬか。はい、思いつく限りの冗談を言った。しかし王様は受けなかった。つまらぬ、出直してまいれ。はい、王様を笑わせることができればどんな褒美も思いのまま頑張りなさいよ。ってのが、お父様にはお父様の考えがあると思いますわ。でもいや、ここいつも変わったことやってるよね。はい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 。以前立ち寄った町に面白い芸人が来てたんだ。ファノンって言ったかな。ファノンならきっと王様を笑わせるだろうに、今どこにいるんだろうね。あんたモンバーバラにいたよね。だ、その下りをやってからさっきの洞窟行ってもいいかなと思うんだけど、どんぐらい強かったっけあそこ。あとね、ちゃんと回収しないとね。あ、小さなメダルとかもね、回収しないといけないしね。この城に魔物たちが入ってくるのを見張っている。昔に比べ魔物たちも賢くなったので油断できるのだ。あの人こそなんか魔物っぽいよね。小さい時母親に聞かされたものでした。雲の上にお城があって、そこには竜の神様が住んでいると。本当に天空の城に竜の神様がいるなら誰かが頼みに行けばいいのよ。地獄の帝王や魔物たちを退治してくださいってね。だから竜の神様ね、いるんかもわかんないけどね。竜の神様でもまあどうしようもできなかったんかな。力だけじゃどうしようもできない。だから勇者にしかどうしようもできないかもしれないよみたいなね、そういう話ですよね。お、あったあったあった。4枚目、20枚集めなくちゃないね。まあ途中であの奇跡の剣交換するのも手だけど、いろんな人のお話は聞くもんだね。武器や防具ってどうしてこんなに重いの。でもいつ魔物たちが攻めてくるかわからないし、備えあれば憂いなしよね。じゃあパノンとやらに会いましょうね。はい。え、私についてきてもらえないかですって。はい、なるほど。あなた方の旅に必要な天空の兜をスタンシアラの方が持っていると。どこで聞いたんだろうね。で、その兜を手に入れるには私の芸が必要と。もしあなた方は天空の城へ、いや、おっしゃらなくても結構です。わかりました、お供しましょう。どこにお触れあったところで、スタンシアラの。まあ、4、ああ、と、入れ替えなくちゃねえか。4はもう死ぬほどやってっからさ、大体わかんだけどさ。ファミコン版は久しぶりだったね、さすがにね。パノンもね、DS 版だったら顔つきだよね。このまま来たら一回も戦闘することなく終わっちゃうけど。まあ情報収集もそうだけど、小さなメダルがあったわ、ここの壺の中に。まあ夜からしか聞けない情報もあるんで、まあそこ行ってもいいけどね。武器とか買えると思うんで、多分ここら辺夜来たら聞けんのかこれ。裏何やったっけさっき。ああ、裏いけねえのか。このままなんかあったもんね、前ね。ああ、こうなってんのか。天空の城にね、まつわる
伝説が受け継がれているだの、なんだの、そういう話だからね。はい、魔物たちが現れては、この国に人々も気持ちも暗く沈んでしまった。だから王様は荒れ者になるのを覚悟であのようなお触れを出したのだ。お触れどこにあるんだ？お触れなんかあったっけ？この国には古くから天空の城にまつわる一切がござってな、天空の鎧兜を立て、そして剣を得た者は天空に登れるという。しかし残念ながら王家に伝わってきたのは兜だけなのじゃ。だからここに兜があるってことだよね。で、笑わせれば兜もらえるんだけど、だからカノン連れてきたんですよね。そういう話だよね。はい。はい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 。はい。よくぞ来た。ほほう、ボッコ殿と申すのか。わしの筆は知っておろう。さあ、早く笑わせてくれ。どうした？早くせぬか。カノン戦闘しないとあれか。並び替え。旅芸人だろうな、立って。ホフマンが宿屋の息子だったからね。あれ？あ、これか。旅芸人。まどろみの剣とか持ってるし。そうか、こうまどろみの剣持ってるな。よくぞ来た。ほほう、パノンと申すとか、わしの触れはしておろう。さあ、早く笑わせてくれ。どうして早くせぬか。お言葉ですが、王様。私には王様を笑わせることなどできません。ですが、私を連れてきたこの者たちなら、きっと笑わせることができるはず。どうかこの者たちに天空の兜をお与えください。この者たちは世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれるでしょう。うん。パノンとやら、よくぞわしの心を見抜いた。わしがお触れを出したのも、この国を明るくせんがため。お触れを出し芸人たちを喜ぶことで少しでもこの国を明るくしようと思ったんだが、希望を失った人々の明るさを取り戻すことはできん。はい、わかった。その希望をそなたたちに託そう。さあ、この天空の兜を受け取るがよい。兜でしょ。これで鉄仮面をライアンに渡せばいいんだね。うん、5しか上がんないからさ。まあ、そんな大して強くないのは知ってたからさ、天空の兜は。木の帽子じゃねえだろ。ね、よし、OK。はい、では。でも結構時間来てしまったかな。あの洞窟も行きたいんだけどね、そんな、まあ、どうだろうな。できることなら天空の城に行ってみたいものです。しかし天空の武器防具の全てを集めるなど私には時ともありません。噂ではその昔天空の盾がバトランドにあったそうですが。天空の盾がバトランドにあったって。バトランドにあればいいけどね。どこ行ってかな。スタンシアラにまず行って、まあ、ここなんだけど、入り口出るでしょ。さて、私に役目を終わったようですね。私で気ままな旅を続けることにしましょう。さよなら、ボッコ。あなた方の活躍を期待しますよ。では。これあそこにいんのかな、モンバーバラに。つか、お触れってどこにあったんだろう。ん？何も起こんなかった。外でしか使えないの、闇のランプって。結構時間来ちゃったなぁ。ここの下りとキングヨーやったからね。まあ、いっか。天空の兜とキングヨーでね。売ってるよね、まどろみの剣ね。これ変えるまでちょっと裏で強くしようかな。ここら辺で戦ってればたまりそうだからね。じゃちょっと貯めちゃおう。せめてそこまでやろうかな。まあ、行ってるうちに溜まりそうだけど、溜めてから行けば余計溜まるもんね。レベルも十分だと思うんですけど、20ぐらいまで上げちゃうか。ね。あ、キラーマー出てきた。さすがにマネー入れとかないとまずいか、さすがに。
女神が効かない。はい、ですね、まあお金貯めたんだけどレベルもね2ぐらい上がったかな。だからここしかできないからさ、ライアンがずっとハジョの剣使ったりするのよ。まあ次の洞窟へまた貯まるからね。だからいいもん手に入ったらまた入れ替えたりしてね、やればいいかな。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回はあのメダル王のところ行こうか。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。